時空がすげえって言ってますよね。時空がすげえ。まだ浅すぎるんだ。いいなぁ、羨ましい。いや、乗りますよ。
出る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 出
全然迷惑にならない。いやー本当に、いやー結構ね、もう、まあ、朝から朝っていうか夜から夜の12時から待機してたんですよ。深夜の夜12時から、まあ、日付変わる前、まあ、11時半ぐらいから待機しててね、意外と来なくて、始発終わりぐらいまで、うん、だから、まあ、始発まで待って、始発で来ても、まあ、最善取れたのかなとか、そういう気持ちとかもありましたけども、いてよかった、来てよかった。もう三宮マジでもう直前まで迷ってた、来るか東京から弾丸で、もうこれだけのために来てよかった、本当によかった。もうみんなもいつもありがとう、本当に届いた、塚本まで、選手会長まで。いやもうね、別にそのいやもうプロ野球選手まで届くっていうのを目標に別にやってなかったですよ、僕は。いやでも嬉しい、もう自己満でね、ただただ上げてただけなんですけど、嬉しい、こんな嬉しく。いや近本、いやファンさんエグかったよ、別に俺に限らず。いや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 、もうね、えぐいえぐいえぐいって、えぐい本当に。いや本当に、とりあえず、カラオケ、1時間予約しちゃったんで、六甲おろしでも歌って、ちょっとタイガーショップ、行って西純のユニフォーム買っていきたいと思います。はい、来た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 よ、最高最高。いやもう六甲おろしに誘う PV で井川が投げてる、天下今岡一輪の下柳が投げてる、下柳の輝く花と走りたいが、チャンネル登録してほしい。